こんにちは、エヴァとタケシです。今回は、すべての出来事から幸せを生み出すというテーマでお話ししていきたいと思います。幸せの感じ方と不幸の感じ方は無限にあります。なぜなら、何に幸せを感じるか、何を不幸と感じるかは自分で決めることができるからです。私はこれをすることに幸せを感じますと決めれば、 それをすることが幸せになります。私はこれをしたら不幸になりますと思い込んでしまえば、それをすることに不幸を感じるようになります。私たちはその気になれば、幸せを感じるもの、不幸を感じるものを無限に増やすことができます。これができる自分は幸せだというものをどんどん増やしていくことができます。これがない自分は不幸だ、これができない自分は不幸だと考えることで、 どんどん自分を不幸にすることができます私たちはどんなことからも幸せと不幸を感じ取ることができます私たちはすべての出来事から幸せを選び取るか不幸を選び取るかを自分で決めることができますあの人の言葉で心が深く傷ついたあの経験があるから他人を傷つけないように気をつけようと思えるようになった 自分が傷ついたから優しい人間になろうと思えるようになったと幸せを選ぶことができます。逆にあの人に傷つけられたから自信がなくなったんだ。あの人に傷つけられたから私はダメになったんだ。私はあの人を恨み続けますと不幸を選ぶこともできます。私の場合で言うとボコボコにぶん殴られた人格指定をされ続けたという体験があるから 気をつけないと自分もああいう人間になってしまうこともあるんだなという学びを得ることができました。人を傷つけたいと思って生まれてくる人間はいないはずです。それなのに私たちは人を傷つけてしまうことがあります。私たちは人を傷つけたくないと思っているのに人を傷つけることでしか心を癒すことができない人間になってしまうことがあります。私はそのような人の被害に遭うことで 自分も例外ではない。自分にも同じことをしてしまう可能性がある。だから自分の感情とうまく付き合っていく練習をしていこうと思えるようになりました。自分を傷つけた相手にも、あの人は傷つけたくて人を傷つけているわけじゃない。あの人にも心の傷があって、その痛みを癒やそうと必死になっているだけなんだ。あの人も苦しんでいるんだ。と同情できるようになりました。 早く苦しみから抜け出してほしいと応援できるようにもなりました。そして私はそのように考えて成長できるようになった自分を幸せだと思うことに決めました。ということで幸せの感じ方は無限に増やすことができます。日々この出来事から幸せを感じるためにはどう考えればいいかと思考することで 幸せを生み出す技術を磨いていってほしいと思います。不幸な出来事だと思っていたことを幸せな出来事に変えることでどんどん自分を幸せにしていきましょう。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバトタケシでした。